イワナっていう魚は、まあ、河川の最上流部に住む、まあ、幻の魚とも言われるような、いわゆるバージンウォーターと言われる水を使って、だからこそお刺身でも食べれる美味しい伊達イワナ。これが、まあ、本当に適地だなという感じはしています。ここの自然でこう育ってきたブドウが、まあ、どういった形で現れてくるのか、まあ、そうですね、一つはやっぱりこうオリジナリティ、やはり大和町産というものを作るという上で、やはり大和町のそのオリジナリティがやはり現れてくるというのは、やはり一つのこう理想の形としてあるんじゃないかなというふうに思います。サムライクラフトが長く100年200年続くようなブランドに成長していけたら面白くて、それをこう大和町でやっていくことが、やっぱそれもこう地域貢献にもつながっていくし、活性化にもつながっていけばいいなと思ってますね。